どうも、アロドラと申します。ライムの続きをプレイしていきたいと思います。一回ちょっとロードをし直したので、また復活しておりますけれども、ここの石像というか、石像じゃないな、砂でできてると思うんだから。で、この奇妙な奴らがいるところをどんどん進んでいく。だよね。待って、キツネくん。はいはいはい。で、なんだこれは。登りたいとかしないのかな？しないな。はいはいはい。今行きます。今行きます。すげえ真っ暗なんですけど。一体この先には何があるのか。よいしょ。とりあえずまっすぐ進んでいけばいいのかな。よいしょ。はい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 。しゃがむ。え？いや待て。こっちからか。よいしょ。はいはいはい。なんだ、開いた。壁画が。なんか不穏な声が聞こえるな。なんだろう。この先は。道は二つはないな。こっちだな。ふんふんふん。少年の鼻歌を聞きながら、こっちは何もなさそう。なんかすげえ灰色なところに。外に出たな。はいはいはい、来ましたけど。で、また謎解きですな。これを、動かして、夜になったな。で、待てよ。お、これか。ちょっと待って。タカ？ワシ？いや、なんか違う、別のものだな。なんだあれ。連れ去られていった。いるわ少年。であそこに行けばいいのか。ここ他に何もないよな。ないな。よし行こう。風車とかが回っている。これ敵という認識でいいのかな。やばい少年がそんなところから降りて大丈夫か。はいはいはい。これお、ちょっと待って。はいはい。なんとなくわかった。建物の影とかにいないと、あいつから食われるというか、襲われるようになるのかな。あ、危ね。この下とかにいないといけないのか。影っていうわけじゃないな。ちゃんと、この下にいないとダメなんだ。
じゃあ、あそこにとりあえず移動すればいいのか。危ない。よし。で、次は、まあ、多分、向こうかな。危ねえ。こっちかな？よし。で、その中に入るのかな？危ない。よいしょ。はあ。で、ここ、いけないか。いけないな。崩せる？崩せないよな。どうにかして崩せるといいんだけど。そしたら向こう側出れるのにね。つっても相手は空だからな。あ、ダメだ。ここダメだ。そっちかな。ほい。で、そこまで移動しよう。ねえ、鍵がいるな。鍵がある。これなんだろう。この子は連れ去られたくはないな。とりあえずそっちに移動するか。よいしょ。はい。うわー、怖えー。でも意外と結構いけるな。よいしょ。はい。また中に来たけど、ここは、はあ、とりあえずつけていこう。反対側出れる？登れない。登れない。登れないのかよ。そのくらいの段差くらい登ろうぜ少年。じゃあ、そっちか。いや、でもそっちまで行けるか？無理っぽいような気がするな。危ねえ、危ねえ、危ねえ。はい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 。じゃあ、ついていきましょう。はあ。炎を活性化させていく。これちょっと待って、こっち側とかは、はいはいはい、はい、え、叫んでるけど、なんかこっち側は光ってんだよな。でも、あ、はあ、なるほど。オッケー、わかった。円になってたのね。よし、じゃあ進んでいきましょうか。鍵あったぞ。よし。鍵をゲットした。で、こっち側は？こっち側もちょっと見てみるか。通れるようになったけど、これ多分向こう側の鍵だよね。さっき行ったところの。わお。なんか雷が、あの大鷲に、大鷲、もう鷲でいいや。鷲ということにしておこう。なんか顔が、すごかったけど。明らかにわしじゃない顔だったけど。まあ、こいつが、風車を回して雲を発生させて、で、雲からイカズチが落ちる。そして、あのわしを退治するみたいな。そういう感じか。
あ、やばいやばいやばい。よし、とりあえずこっちに移動してここに出てくるのね。なるほど。そっち側あったっけ。危ない。向こうか。よし。え、でこっからどう行けばいいんだ。あ、いや、これはまずい、これはまずいだろう。ああ、ああ、ダメか。わし怖え。じゃあどう行く、どう行くよ。あの風車のとこまず行かないといけないのか、それともなんか鍵あそこ入れられるから行った方がいいのか、どっちだ。怖い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 。あ、しまった、ここさっきの場所か。あ、でも鍵入れられるんならね、先にちょっと鍵の方をはめ込みに行ってみましょうかね。そこじゃろ、そこじゃろ、そこじゃろ、そこじゃろ。よし、行こうか。やっぱなんかフレームレートが落ちるな。なんでだこれ。よいしょ。はい。はあ、これは、浮いたな。月のマークがある。ちょっと待って、下がるのかい。じゃあこことかで、はいはいはい、で開くタイミングを狙って入る。よし、壁画がすごいな。流星群かなんか、違う、星座かな。でこいつで、はあ、これはこっちかな。どうすればいいんだ。こうかな。お、来た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 。それで次はこっちかな。あ、ダメだ。で、次がここかな。違うな。よいしょ、これで少し下げる。で、はあ、いや待て、なんで今下がった。はい、はい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 。何これ、どうすればいいの。はい、とりあえずこれ下に下ろす。で、あー、はー、はいはいはい、下げばいいのね。ここ外だけど大丈夫なのか、わしに襲われるんじゃないのか。やばそう。よいしょ、あ、飛んでんな。
いや、飛んでないや。これ風車か。あ、やべ、来る。やっぱ来るんだ。ほい。開いた。それで、どこに行けばいいんだ？これ、あ、やばい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 。微妙に入ってなかったということか。あそこまで行くのか？一応影には入っているが。あ、見つからない。この下だと見つからないか。これ。なんか出てきたんですけど。あ、雲かな？雲発生装置みたいな。こっちは？こっちに何もないね。とすると、雲がとりあえず今発生しているので、これを動かして、で登っていかなければなんないんじゃないかな。よし、登ってみよう。あ、うっそ、あぶねえ、あぶねえ。隠れるとこがねえんだもんよ。で、ここ戻る道だよな。こっちかな。あ、うん、戻ってきたな。戻ってきたよね、これ多分。これどうしろって？その上まで行かなきゃいけないんじゃないの？多分予想だけど。これとりあえず雲はもくもく出てる。よいしょ。これあ、まずい。はい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 、あぶね。よし、あれでいいのか。で、あれでまたどう変わったのかっていう話ですけれども、こいつ気になんな。こいつ触りたいとかしないのか。はい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 。これで、よいしょ。ん？あ、やばいやばい。この下は大丈夫なのか。で、この上に登ってかなきゃいけないかな？多分。あぶねえ。あぶねえ。これ近づいたらどうなんの？何もならんな。よし。じゃあこれをぴょんぴょんやって、行かなければいけないかな？なるほど。危ない。怖いんだよ、ちょっと。あとこっち、あ、そこにも何かあるな。はい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 。はあ、危ない。よし、これの繰り返しかな、もしかして。よいしょ。どこをどうすればいいのかいまいちよく分かってないからな。危ない。よいしょ。ほい。で、この下に隠れる。で、上に行く。危ねえ。
これも下ろさなきゃいけないのかな。どうなんだろう、下ろせないな。で、よいしょ。はい、ここまで来ました。これ上に登りたいとかはしない、しないね。これこっちに入れる、入れるか。これ上にここから先は分かんねえんだよな。はい、危ない。この上とか伝っていけない。よいしょ。あー、やばい。積んだ、積んだかな。よいしょ。どうすればいいのだ。危ない。こっちに降りて、で、この下に、これか。ようやく見つけた。わかるかよ。よし、これで雲ができ、イカ土が、よーし、さらばだ。あ、でもまだ生きてた。しぶといなこいつ。しかし雲発生器とかすごいな。天候を自在に操れる。よし、これでわしというかあいつの脅威がなくなったということで、次はあの風車やらないといけないのかな、もしかして。あ、ね、よし、向こうにも風車あるからな。なんだあれ、なんか住人っぽいのが出てきましたけど、ひそ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 言ってた人たちかな。逃げられてしまう、悲しい。はいはいはい。それで、お次はどこに行けという、多分あの風車じゃねえかなと予想するんですが、ここに来たら、あ、やっぱりな。こっちも、わしが、あ、やばいやばい。あれ、隠れてんじゃないの、ダメなのか。で、待てよ。そっちに行くには、向こうの風車というかあれに行くにはどうすればいいんだ。どっか渡れるとこあるかな。こっち側から行けたりとかしないかな。なんか行けそう、行けそうだが隠れるところがないな。そっちまで行くか。間に合わねえ。あ、ちょっと待って、キツネくん、あ、そこ、そこなの。またまためちゃめちゃ暗いですけど、よいしょ。はい、どうすればいいんだろうな。よいしょ。こっちかな。よいしょ。
なんかひそひそされてますけど、そっちに飛び移れってことかな。ほい、オッケー。なんかね、多分おそらくみんなも暗いと思うけど、こっちもあまりにも暗くて何が何かちょっとよくわからない状態になってる。これ降りていけばいいの？なんかかすかにしか見えない下が。降りてきたけど、この先かな？こっちは登れない。なんかここ今まで来た道とかじゃないの？おお、すげえ、一気に灯った、一気に灯ったけど、あんまり明るくなった気がしない。はい、渡ればいいの？よいしょ、届いてねえじゃないか。よいしょ、これはトカゲがいっぱいいるな。はあ、よし。あ、実績のロックを解除した。明かりを取り戻せ。よし、とりあえずこれ下に降りていいの？ B、 これ少年息続くんだろうか。よいしょ、はあ、やっぱ鷹飛んでますよね。鷹というかワシというかあいつが。じゃあこれやっぱり来る。これ戻るよな。戻るな。でここから特に行ける道はないよな。これ水の中どんどん進んでけっていうことかな。あれか、わかった。おお、すげえ、クラゲがいっぱいいるけど、古代遺跡って感じですね。よいしょ、危ねえなー。これどっかから上陸できたりとかしない？こっから行けたりとかしないかな。少年の息がどこまで続くかですけど。あー、やばい、だんだん目が暗くなってきてるということは、やっぱり続く息に限りはあるんだろうね。で、やっぱりダメか。まあそりゃそうだわな。よいしょ、じゃあ、あ、はい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 、行く道を探さなければならないんだが、息継ぎをしながらね。反対側とかには何かないかな。上陸できるところをまず探さないと。あそこ多分いっぱいクラゲがいるから、そこから先は行ってはダメだよみたいなところだろうな、おそらく。よし、危ねえな。
じゃあやっぱ水中から行かないと無理なんじゃないかな。そこもクラゲくんがいっぱいいるからもうダメっていうところかな。じゃあやっぱ行けそうなところっつったらそこしかなくない？その下の場所。危ない。息継ぎをして、よし行くぞ。ん？やっぱ何もないよな。ダメだ。ふむ、あそこじゃないのか、もしかして。まあ向こうにもあるけどね。これもう一回探してみよう。特に何かあるわけでもない。ほい、気になるな。そっち側。ほい、空気は今のところまだ大丈夫。こっちとかにもあるということは多分何かしないといけないのかな。ほい、こっち、これは何だろう。おー、中に侵入できるぞ。はい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 。あ、行けたんじゃねえこれ多分だけど。よし、中に入れたということでいいのかな、これは。でも上に上がれなくない？上に上がれない気がするんだが。これどうしろって？いや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 。ふむ。こっから登ってきたんだよね。藤壺みたいなのがいっぱいびっしりとありますけども、こっから先が下せぬ。特に少年歌ってる場合じゃないぞ。俺が星だから歌ってるんだけど、上陸できないからね。いやー、どうしろって言うんだこれ。他に行けるようなところないよな。もうちょっと別のところもうやってみるか。そっち？特に何もないな。一旦出るか。中には入れたが、その先に行けないんじゃ意味がない。反対側も調べてみるべきかな。これは。よいしょ。そこ、上には何があるんだろう。
ほい。こっから、あ、こっから、こういう順に進めるみたいな感じになってるわけね。まあ、それは分かったよ。それは分かったんだが。よいしょ。はい。で、こっちに進んでいく。空気があるところを探して。よし。あと怪しいのはその中か。その中まで進んで空気がなかったら、あれだけどね。ほい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 。あるかな空気。あったあったあった。よし。セーフ。ちょっと不安になるような距離だったな。よし。Y。こっから上がれるな。これどうする？どうするんだ？こっちに向かせるってことかな。これどっち向きに向かせればいいんだろう。あ、これ。なるほど。そこが、上が。あ、じゃあ。この位置ぐらいかな。よし。で、OK。で、鍵がある。鍵をゲットできたが、戻らないといけないよね、多分これ。よいしょ。はい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 。戻りましょう。よいしょ。さあ、潜っていけ。ここ怖いんだよな。なんか空気がね、結構長い時間ないと不安になる、すごく。これも上に出て空気を息継ぎするか。よいしょ。はい。で、これどう使うんだっけ。よいしょ。鍵穴どっかあったっけな。鍵穴っぽいの。はい。そこかな。いや、違う気がするな。鍵をとりあえずゲットできてるんだけど、そっち側は登れなかったからな。とりあえず、まあ、いいや、一回進んでみるか。で、鍵穴があるかどうか。ないね。あ、でも、こっち進める。なんだ、マジで。あ、やばい。空気はやばい。よし。セーフ。オッケー。登れるのか？登れるな。よし。中に来ましたけれども。これは。2個あるぞ。ちょっと待てよ。2個あるということは。またこれ、もう1個取ってこないといけないのか。もう1個、見当がつかないな。多分、あそこ、上がれなかった場所？あっちにあると俺は踏んでるんですけれども、なんか光ってんな。はあ。よし。ふむ。
こっちの上とかも活性化させておくか。オッケー。ほう。よし、じゃあとりあえずね、もういい時間なので、ここで一度切りたいと思います。毎回のことですけど、ライム実況ね、あんまり本当うまいことを言えてないですけれども、とりあえずぼちぼちとね、やっていきたいと思いますんで、また次回とかもね、見ていただけましたら幸いですというところで、今回はここまでということで、はい、ではでは。